最下位。あれ今さ3時になってない？時間が。あ、今これパート56です。どうもアザラシでございます。お久しぶりで、お久しぶりって言っちゃうけど、お久しぶりでもなんでもないわ。多分まだあの立て続けにあの動画上げてるわ。今日はこういう動画を撮るテンションじゃなかったんだけどな。またどうせ朝からフォークリフトレースが始まるんだろうと思って、そんな感じでさ、深夜の1時半0時30分からさ、動画をやおら撮り始めてさ、そしてまあフォークリフトレースババッとやってさ、バイトやって、まあ、そんな風な回だろうなと思ってさ、全然気構えせずにさ、もう眠いまぶたをこすりながら動画を撮り始めたらこういう状況だもんね。明日の小テストをどうすればいいんだ、英語の小テスト。全く能弁でね、小テスト受けることになっちゃうね。本文の予習とかもせずに受けちゃうね。あれだから、言うのもなんか恥ずかしいけど、高齢の学生なのでね、他の生徒たちの示しにならんと思うてだな。それなりに毎日さ、規律正しく過ごしてるわけさ。規律正しくっていうかさ、模範とならんがためにというかさ、俺みたいなさ、年いったやつがさ、だらけたようなとかさ、背中を見てやってる人もいるかもよ。だらけて背中を見せられんわけさ。だからさ、まあ日々真面目に勉強をしてたな、学校もさ、学校っていう言い方、ちょっとなんか自分で言うのも恥ずかしいんだけどさ、9時、8時、9時までね、残り勉強してね、それで普段の授業も別に決して怠けるわけじゃなくね、もう、あれだよ、前の方でね、しっかり授業を聞いてね、それで日々毎日過ごしてるんですよ。そんな中だよ、英語だってさ、それはもちろんちゃんとした点を取らなくて、もうだんだん進んでんだな。バカか、もうこれもう嫌だよ、取らんでいいだろ、これ。テンションがおかしい。もう0時55分、寝させてくれ。もうね、この1個前のパートでもね、もう喋りたい方で喋ったけどさ、今日疲れてんだよ、俺。疲れてるテンションで、なおかつこれをやってるでしょ。セーブする場面がないんだ、セーブする場面が。いつまでたってもセーブできないからさ、撮るしかないだろ。なんなん、これ。今日パート56つも撮るつもりじゃなかった。パート55撮ったらさ、もう、バッてエンコードしてさ、もう上げるつもりだったんだよ、夜のうちにな。まあ、それこそ前回のパートで言った理由によってだ。泣きつくのあれがあるからさ、ここの勢いをここでね、流れように止めちゃいかんかなと思うからさ、コンスタントに上げていこうっていう、そういう流れでさ、とりあえず今日の分はパート55上げて終わりってしようと思ったら、まさかのセーブする場所がないだろ。明日も朝は、なもう全然予習とか勉強できてないからさ、明日の朝、もうしゃあない。もう今日は眠いからしゃあない。明日早起きしてやろう。そんなことを思うてだな。20分だけシェンムー撮ってから、そして寝ようかなと、ね、思ってたらこれだよ。なんでいきなりバイクの走りなきゃいけないんだ。原崎助けに行かなきゃいけない。原崎のエロシチュエーションだけを考えて今走るわ。もう原崎3回ぐらい凌辱されてるね。いろんなパターンでね、いろんな平行世界で原崎凌辱されてる。かわいそう。もうさ、4回目ともなった日にはハゲの野郎触手になってるからもうタコになってる。タコの魔人とかしてる。遅いな。うわあ、今回も原崎凌辱、触手で凌辱パターンですね。だから、ね、やることいっぱいあるんですね。2週間後までに満件に発足してるから、満件の原稿書かなくちゃいけないでしょ。満件の原稿も書かなくちゃいけないけどさ、それとはまた別個にさ、また別に絵も描きたいんだよ。ツイッターで知り合ってね、ちょっと絡んでるさ、5チャンネルの小手半みたいなやつにさ、絵描くっつうのことをさ、花息荒く言ってるにもかかわらずさ、全然何も手、まだ構想だけ、下書きしか書けてなくてさ、なんとかその絵描こうなと思ってるんだけど、まだ全然描く時間確保できてないでしょ。でもってさ、やっぱね、外にいる時は勉強しなくちゃって姿勢見せてるからさ、夜9時まで勉強してるじゃん。絵描く時間がないじゃないの。勉強に追われ、絵を描くにも追われ、そしてこの
新聞にも追われているわけですね。日々の中の癒し、日々の中の癒しが、この実機を取ってあげてアナリティクス見てる時間が唯一の癒しだからな。おお、伸びてるっていう、ね、それ見るのだけ楽しい。最近の楽しみ。また間に合う。これシビアすぎんか。俺の運転が下手とは思えんよ。俺は俺の運転が下手とは思えんよ。仮にもバイク乗りだ。ダメだ、もう間に合わない。間に合うんかっていうか、これもう原崎今ただいま療職されております。職種によってね、職種勘を受けてますね。かわいそうに。あ、職種から分泌される粘液によって服が溶けるんですね。服が溶けつつ腕とかも、ね、四肢はこうね、手と足はこう拘束されてね、キャーとかって言いながらもね、だからなんかその快楽を植え付けられていくんですね、無理やりにね。おお、どうした、リョウ。心ではこの状況に抗いつつも体は正直、職種の快楽には抗えない。そういう療状を今ね、今じゃないよ、4回目に失敗した療状、療状じゃない、平行世界では今話せて、そんな療状を受けているんですね。この5回目の平行世界では助ける、話せて助けるから、なんとか助けないと。相当もう時間がね、ハゲのやつもジレているからね、多少胸とかさ触り出してるかもしれない。哀れ。セーターの上から原崎の胸を、なんという凝固。こういう輩が出てくるからやっぱね、一人で戦わんといかんと思うんだろうかもしれんけど、身の回りの人の安全を確保した上でのね、バトルを挑まないと。個体他の戦いはやはり守るべきものがないものでないと戦えないよ。お前らの好きなようにはさせん。120は出てるよな、160近く出てるよな。あんまこれ以上速くならんよっていうスピードで走ってると思うんだけど、一個も壁にぶつかっちゃいけんとかか。難しいよ。これ失敗したらどうしよう。これ失敗したらさ、つなぎ目うまいことにしてさ、つなぎもに聞こえるわ。つなぎ目をうまいことにして3回目にするか。次はそのバイク乗り始めの3回目からにするか。ブロロロロって言ったところから始まったじゃん、この動画。じゃけそっからもう一回動画の始めから撮り直したらバレないんじゃないかな。いけー、ちょっと速くなってない？ちょっと。間に合った！うわー！やっと原崎を助けられる！もう声も喉もガラガラで、夜1時に明日早く切れるぞ俺。単語ですとボロボロなのはしゃあない、もうしょうがないとして、本文の訳、単語も調べてないから、当てられたらもうあれだな、一巻の終わりだな。もういいよ、早く殴り込もう。ちょっとかっこいいよな、赤いテールランプの感じが。わざわざそうしてた、わざわざ来たぞ。17番走行、半裸の原崎が、ブラだけの原崎を拝みに来ました。ブラだけの原崎を。てめえが今夜の獲物か。
何？港の帝王はネズミが嫌いなのさ。しつこく嗅ぎ回る。なんだっけ、なんか助けに行ったら結局そいつは捕まってなかったみたいな話。ガッシュかな、肌で通すと思ったのよ。ガッシュベルかな。エアーじゃねえんだよ、こっちは切れてるから。もらん、貴様らザコどもが俺のために、俺のためじゃねえ、お貴様らのザコのせいで俺がこんなハメに、むっ嫌がったな坊や。原崎はどこだ。焦んなよ、その前に俺たちに付き合ってもらう。勝てるわけないだろ、神秘の風情が。やっぱり、あれあれ、あちょっと鈍ってるね、感覚が。スタミナゲージが減ってるの、なんか視界の端に捉えてたのに、立ち回りがなんか緩やかになってた。いやよくね、もっとこう怒りをね前面に押し出してね、原崎がどこだという感情を思い、なんかさ、シェンムーのさプレイングってさ、あんまりなんかこう思ったように動かないんだよ、体が。なんか何なんだろうな。やっぱガードが大事だね、ガードが。ガードなしには、これでいいか、まだか、こいつ。旋風が出せねえ、旋風が。旋風を出そうとしてると相手のパンチ食らっちゃう。まあいいや、倒したとりあえず原崎を助けに行くんだ。これが遅れれば遅れるほど原崎のエッチなシーンが見れるようになってくる。ゆっくり行こう、歩いて行こう。かかってきね。誰だよあんた。もうちょっと遊ばせてくれよテリーさん。テリーさん。遊び足りねえ。おい。お？お前が遊んでやる。あ、いえ、すんませんでした。あー、原崎。原崎くん。ちっちゃい。原崎。あれ、原崎ちっちゃいな。あ、簡単に助けてくれた。大丈夫か。うん、ごめん、私。別に原崎は悪くねえ。原因は俺にある。そう、原因はお前だ。こいつはいいやつだな。原崎に別になんか危害を加えてねえな。俺だったら、
俺だったら危害加えてるわ。こんなあの社会のカスどもに俺が鳴り果ててたら多少腹さ…もういいや、言うまい。なんだこいつは、強そうな面々ですね。どんなネズミが軍殺のことを嗅ぎ回ってるのかと。高校生じゃねえか。なかなか同居が座ってんじゃねえか。同居を、もういいだろう。だが俺たちを倒してからだ。ただってわけにはいかねえ。うん、条件がある。条件が、チンの息子の足腰立てねえようにしてもらおうか。気象、おお、知ってるのか。なぜあいつを。邪魔だからよ。邪魔。チンの一派がいる限り、俺たちは港の香港ルートを完全に。よしよし、もうもうやるよ。足腰折ってくるから、うん、帰るわ。そしたらもう朝もね、朝ももうだんだんこうね。いいだろう。やめて、はずきくん。知らねえだろ、原崎はその。もう一つ。あ、なるほどなるほど。今のいいだろうって言ったから分かる。いいだろうでいいでしょう。もう帰ろう。姉ちゃんを連れ戻すだけじゃ不満なのかい。乱亭に合わせろ。なんでだよ、貴重。貴重を犠牲にして。頭がネジ緩んでるぜこいつ。どうなんだ。お前たちが乱亭の手引きをしたことは知ってるんだ。頭おかしいだろこいつ。ただもんじゃねえよだな。頭おかしいだろこいつ。乱亭に合わせろ。いやちょっと待て、原崎の身の安全だけ考えてくれや。貴重はもうどうでもいい。原崎を大事にしよう。忘れるなじゃねえよ。ゾイワのチンピラじゃねえ。スカノテリーが口から出した言葉は重てえんだ。連れて帰るぞ。好きにしな。行こう。いいのか、連れて帰って。じゃあもうそのままもう何もしないよ、俺は。違うだろ、ハゲ。このハゲ。なんで原崎をさ巻き込んどいてさ、乱亭に合わせろだなんだ。こんなことに。原崎は何もあるね。もういい。何もあるねえけ。もういい、分かってるじゃない。何そのちょっと怒ったような態度は。原崎だけ大事にしてやってくれ。ノーヘルで二人乗りかい？いかちいな。ノーケル二人乗りかよ。いやーすごいね、シェムっていう世界はすごいですね。バイクの免許を取ったら1年間はねちゃんと走らないとさ、1年間走ったっていう経験がなかったら二人乗りしちゃダメなんですよ。しかしこのシェムという仮想世界の中ではたかたか18ぐらいのさ、高校生の葉月亮がさ、1年前に免許を取ったとは思えないっていうか、そもそも免許持ってるのかどうかもわからんけどさ、なんかムーディーな曲かかってるけど喋らせてもらうわ。それがだ、そのもう高校3年生ぐらいがだ、高校3年生って普通に17とかだろ ?17、18とかだろ ?18、19かもしれんけどさ、でもどう考えたってバイクの免許取って1年じゃないでしょう。バイクの免許いつ取るんだよって話だろ。それがさ、1年以内じゃん。それが、その程度の運転技術しかねえようなやつが、2人乗りして走ってんだぞ。怖すぎるでしょ。原崎の肝の座りっぷりったらすげえよ。そして何なんだ、このバイクの乗り方はさ。半身ってかさ、片方で乗るな、片方でさ。うるせえ。ムーディーな曲が止まれ。サンダーボルト注意でザクスナイパーで連邦軍のザコジムドッグも撃つ時の BGM だこれは。デブリに隠れてな、ザクスナイパーで撃つ時の BGM だこれは。ハホだろ、
ヘルメットぐらいちゃんと被れ。あの来る時に着てたつけてたヘルメットはどうしたんだよ。せめてそのヘルメット腹先に被せろや。そこぐらいの思いやり見せていいんじゃないですかね。深夜1時13分ですね。こちらね、現実世界ですし、やっと横須賀の工場店でやっと帰ってくる。怖。何やってんの。5時57分帰宅。多少腹先にちょっとなんか一言言ってから帰れや。心配してすまんかった。まあ今日はゆっくり休んでくれ。俺が全部ありっつってね。何なんだこの回は。もうわけない。いやいや、お疲れ様でした。今20分38秒ぴったしだな。寝るわ、もう記録して寝るわ。いやー、とても楽しい40分でした。これエンコードして上げますわ。パート55上げる。エンコードして寝るのが多分1時半ぐらいになるけど、それでも明日早起きするもん。すります。よしよしよしね、みんな日々頑張っていこうね。あともうね、年の瀬、ゆくの瀬来る年、ゆく年来る年だしね、年の瀬だけどもね、あともう数日頑張って、そしてこの2017乗り越えて、そしてまた2018年も頑張っていきましょうね。あと数日、その数字のうちの一つ、ね、毎日真面目に頑張っていきましょう。ほなまた。こんな風なね、ヤクザな実況してたりかも。破天荒な実況になっちゃう。ほなまた。